ウェザーニュースキャスターの小牧結衣です。18日金曜日の天気をお伝えします。前線の影響で西日本から東日本にかけて雨が降るところが多くなりそうです。まずは沖縄ですが、曇ったり雨が降ったりと変わりやすい天気、日差しが出ていても空の変化にご注意ください。また西日本は午後を中心に雨が強く降ります。風も強く、特に沿岸では横殴りの雨にもご注意ください。また東日本方面、こちらも雲が多く雨が降るエリアが多くなりそうです。特に台風19号において被災されたエリアでは土の中の水分量も非常に多くなっております。少しの雨でも新たな災害には警戒してください。危険な場所には近づかないようにお願いします。そして東北南部、こちらも雲が広がってにわか雨の可能性があります。特に宮城県や福島県でも新たな災害発生に厳重に警戒してください。東北北部に関して日差しが届いていても、こちらもだんだんと天気は下り坂です。北海道に関してはこちら18日は秋晴れが広がります。ただ北海道は朝晩冷え込みますので、1日の気温差にもお気をつけください。また18日関東など東京でも日中18度前後の予想になっています。なかなかひんやりとして肌寒い体感になりますので、服装でうまく調節をしながら体調管理にも気をつけください。以上、18日金曜日の天気をお伝えしました。